です。今日はね、じゃん、インドネシアのクラッカーゲイリーサルートマルキストを食べたいと思います。マルキストとはモルトとイーストを掛け合わせた言葉で、インドネシア生まれのクラッカーです。今は東南アジアの国と中国でも手に入るみたいです。このクラッカーは全部で3種類フレーバーがあります。ベルギーチョコレートフレーバー、フレンチチーズスウィートフレーバー、これめっちゃ美味しいやつやと思う。ガリココナッツフレーバー。中身はですね、こんな感じのクラッカーになってます。クラッカーの表面にクリーム的なやつが塗ってあって、すごい美味しそうです。1箱10枚入ってます。じゃーん、今日はですね、ここにいろいろ置いてるんですけど、これもクラッカーと一緒につけて食べたりもしたいと思います。いただきます。まずはこちらです。ベルギーチョコレートフレーバーです。最初はこのチョコレートですね。裏もね、すごいいい色で焼き上がっとって、お砂糖がついてますね。厚みはね、割と薄いかな。チョコレートがたっぷりついてて、とっても美味しいです。食感も軽いですね。で、次はフレンチスイートチーズフレーバーです。チーズに甘い味がついてて、濃厚でとっても美味しいです。チーズにコクがありますね。次はバリココナッツフレーバーです。ココナッツが表面に乗ってます。あ、香りもココナッツの香りです。ホワイトチョコレートが表面にかかっとって、そこにココナッツの香りと食感が加わって、これもとっても美味しいです。すごい美味しいです。表面にはこういうね、チョコレートとかさ、チーズのクリームがのっとって、裏側にもね、グラニュー糖がかかってるんですよ。もう味が濃いのが好きな私にはたまらないですね。で、こんなの食べても美味しいんですけど、なんかね、アイスとかでフルーツ乗せても美味しいみたいなんで、今日はちょっといろいろ用意してきました。ポテトサラダ、ホイップクリーム、アイスクリーム、クリームチーズで、これはレーズンバターです。で、そしてフルーツですね。私でもね、思ったんですけど、クラッカー食べてて甘いから、ポテトサラダとクリームチーズの、これおかず系クリームチーズなんですよ。乗せると合わないなと思ったんで、普通にね、一緒になんか口休めみたいな感じで食べます。美味しいですよね。まずはこちらにアイスクリーム乗せてみます。あ、美味しそう。やっぱチョコとアイスってめっちゃ合いますね。めっちゃ美味しい。溶きかけだからディップして食べます。このチーズのやつにピンクグレープフルーツ乗せて食べてみます。クラッカーに生の果実の食感が加わっていい感じです。で、こちらにはレーズンバターを加えてみます。あ、合いますね。濃厚なバターがプラスされてます。じゃあホイップをかけてみたいと思います。おーおーおー、出てた、美味しそう。いいですね。サクサクのクラッカーにクリーミーな感じが加わります。いちごの組み合わせもね、可愛くていいですね。いちごとスイーツって相性いいですよね。もうアイスが溶けちゃった。この中にホイップを混ぜます。今だいたい約半分ぐらいですね。めっちゃ美味しいです。このクラッカー食べやすいし、で、ここで蜂蜜をかけてみます。蜂蜜もよく合います。残り50枚です。
最後の1枚いただきます。ごちそうさまでした。マルキストのクラッカーとっても美味しかったです。チョコレートとアイスクリームの組み合わせが一番私が好きだったかな。でもクラッカー自体で一番私が好きだったのはフレンチスイートチーズフレーバーの味が一番好きでしたね。フルーツと一番合うのはバリココナッツフレーバーかなと思いました。インドネシアのクラッカーマルキストすっごく美味しかったので、インドネシアに旅行に行くときはぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。あとお土産とかにもいいですよね。それ以外の東南アジアの国や中国にも売っているみたいです。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバイ。